タイトルはなんかちょっと日本語的にちょっと微妙だった。5時半に目覚ましになります、うん、エアコンのスイッチつけます、うん、で6時になるとまず一番初めにやることが、だからこそすごいやっぱりちょっと後悔してる部分があって、どうもしゅんです、こんにちは。2年ぶりぐらいかな。2年ぶりですね。いや本当に久しぶりです。お久しぶりです。元気でした。3年生の時によくしゅんでチャンネルに就活生として出てもらったゆかしなんですが、今社会人3年目になって、4月から4年目だよね。はもう大人じゃん。大人だよ、本当に大人だよ。よろしくお願いします。お願いします。で今回はあのゆかし社会人3年目になったということで、ゆかし先輩から見た社会人になってからやっておけばよかったことを聞けたらなと思います。タイトルはさ、うん、もうちょっとちゃんと言った方がいい。いやそうだね、一言でね。しゅんくんが最初送られてきたに、うん、あのタイトルはなんかちょっと日本語的にちょっと微妙だったから、今回はゆかしに社会人になる前にやっておくべきこととやらなくて後悔したことをお聞きできたらなと思っています。はい、やっておけばよかったこととしては朝活とルーティン作りです。例えば、何時間寝たらパフォーマンスがいいか、その昼眠くならないかとか、はいはい、なんか本当人によると思うからそこを調整しておいたりとか、うん、朝の通勤時間に何をしておくかみたいな、うんうんうん、でそれこそやっぱ社会人になると自分が勤めてる業界とか業種に近いニュースとか集める必要があると思うんだけど、それもなんかこう見慣れてないとすごい集めるの大変になるから集める練習をしておいて、で読んで理解するのも最初はすごい大変だったんですけど、一番辛かったのはそれに対して意見を持つこと、ニュースに対して何らかの意見を持つことが最初すごくできなかったから、今もそこまでできるってわけじゃないけど、インプットアウトプットの習慣としてニュースを見る、理解する、それに対して意見を持つっていうことは睡眠以外にもルーティンとしてちゃんと確立しておけばよかったなって、ちなみに社会人になってから朝とか夜とかルーティンで具体的にはどういうことをやってるんですか。早く起きる。何時頃に、一応目覚ましは5時半にかけてるんですけど、うんうんうん、5時半に目覚ましになります、うん、エアコンのスイッチつけます、で6時になるとだんだん暖かくなってくるから布団から出ます、でまずは体重測って、顔を洗って歯磨きしてプロテインを飲ん で、でそこから朝活を始める。前日の分の日記を書いて、でその中で今日どの勉強を朝やりたいかとかを考えて、最近だったらこの本を読むとか、この英語の教材をやるとか、そういうの決めて、だいたい仕事が始まるギリギリぐらいまでやって、でそのままお仕事。1日2時間ぐらいある。そうね、長い時は3時間とかやってるし、えらいね。そうそうそう、でも寒い、もうほんと寒くて限界まで寝ちゃう時とかも、疲れて限界まで寝ちゃう時もあるから、でもその時はその日記とタスク管理だけは絶対にやるようにするから、30分とかかな。そう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 。夜はどういうルーティンで？夜は仕事終わってお風呂入って、ご飯作って食べて洗い物して、本当に仕事が終わってるか確認して、ドラマ見ながら寝落ちしてるぐらいかな。へえ。なんか夜なんかこう勉強頑張るとか無理だなって気づいたんだよね。一番エネルギーが朝溜まってるもんね。そうそうそう。具体的にもっとこういうことしてますとかってありますか？ああ、じゃあ朝活の中の取り組みをじゃあ具体的に。そうだね、まず一番初めにやることがその日記って言ってた部分で、私はモーニングページとかジャーナリングっていうふうに言ってるんですけど、なんか主に書くことはだいたい4項目あって、で1つ目が昨日楽しかったこと、もう例えば嫌なことがあった日の翌日でも、もう嫌でもちょっと良かったことをちょっと書く、天気良かったとか、で少しはポジティブになれるようにするっていうのと、2つ目がフォーカスゴールっていう、今日何に一生懸命取り組むかみたいなのを一言でちょっと表して、なんかその今日のモチベーションにするっていうのを一言でまとめること、で3つ目が今日の私っていう項目を作って、何時から何時これやる、何時から何時にお昼食べるみたいな、自伝のスケジュールみたいなのを書いて、でその中でトゥードゥーを洗い出すようなイメージ、で最後は純粋なジャーナリングで、吐き出したい感情をひたすら吐き出すような作業、頭の中に思いつくようなことを全て書いて、一旦リセットした状態で仕事に入れるようにするためにことをやってます。ちなみにこの昨日の楽しかったこととフォーカスゴールと
その今日の私を書くっていうのは私が好きな YouTuber さんがその取り組みをやってて、で誰ですか、野賀チャンネルの野賀さんがやってて、はいはい、真似をし始めて、うん、野賀さんはそれこそ本当に習慣化がすごい優れてる方だと思うから真似させてもらって、うん、私もそれで結構あの毎日サイクルうまく回してるなって思います。だからそうなるとその仕事の振り返りとかも、うん、そのジャーナリングのページ見ると、あ、この時はこういうできなかったことがあったけど、うん、こういう風に乗り越えたんだみたいなことが分かるから再現性も出てくるかなと思います。毎日書かないとやっぱ忘れちゃうことが多いから、うんうんうん、すごいそれを大事にしてます。ちなみにおすすめの YouTuber のワチャンネル以外にありますか？ビビルームさん。ビビルームさんも基本的に朝 YouTube の動画の編集とか、うん、今は、ウェブの勉強されてて、うん、料理とか家事もすごいこなしてて本当にすごい尊敬する。勉強する内容ってどうやって選定してるんですか？できないから頑張んなきゃいけないとかで言うと、ロジカルシンキングとか問題解決周りの問題集の本があって、それをなんかこうじっくり解いて、うん、ちょっと初心に戻ってみたりとか、英語でなんかこう海外のスタートアップとかを調べてみて、うん、その記事を読んで分かんない単語をピックアップして、で新しい情報も得られるし、英単語も分かって、うん、なんか一石二鳥みたいな、なんか結構そんな感じかな。じゃあ結構興味ベースで、で自分の足りないものとかを補って、そうそう、まあ好きなように時間が使えるっていうのは、うん、そっちの方がなんか効率上がりそうですよね。そうね、そうね。やっておけばよかったこととしては、社会人になった後の生活をイメージしておくことです。私大学それこそ3年生の時に就活した時はもう本当に目の前の内定を取ることに必死で、うん、その内定を取って社会人になった後の生活が全然イメージできてなかったから、うん、できるだけ就職活動忙しくても内定を取ってその会社に行った後の生活みたいなのをイメージしてみてほしい。だからそれこそ今学生の間は実家に住んでて、うん、で社会人になったら一人暮らししたいと思ってる人がいたら、うん、寮があるのかとか、うん、住宅補助があるのか、それも一切ないのか、うん、一切ない場合、例えば東京である程度一人暮らししたかったら結構なお金が必要なので、はいはいはい、それがいけそうな給料なのかとか、うん、もちろんその働く人とか環境とか、うん、業務の内容とかも大事だと思うんですけど、うん、もう最低限の地盤はやっぱ生活の基盤がすごい整ってることが大事だから、うん、そういう意味で例えば一人暮らししたいだったら会社の制度だったりとか、うん、現実的に可能な給与なのかとか、うんうん、そういうところをあの OB 応じ訪問したりとか、もしそれこそ会社の人に聞けるんだったら聞いてみたりして、うん、でみんながどういう生活をしてるのか分かっておくことってすごい大事かなっていうふうに思います、うん、給与っていう面でも毎月払われる給与と時々払われる賞与があると思うんだけど、年収何万円って聞いた時にどっちがどういう比重なのかっていうのもやっぱすごく大事で、毎月の給与、基本給がある程度あった方がそれこそ生活のイメージのシミュレーションってすごいしやすいし、一方ですごい基本給そこまで高くないけど賞与がすごい高い場合だったら、でもその賞与は会社のその年の業績とかで変わっちゃうから、あんまりこう生活になんていうかな、こう直結しにくいとかなっちゃうから、やっぱりそういう基本的なところってそれこそ旬ダイアリーのなんかこうビジョンを掲げて、あの一生懸命まずはどういうことをやりたいかってところから考えてる就活生は案外見落としちゃうのかもしれないって思って、確かにその先の生活っていうこともすごいやっぱ大事だから、うん、よくチェックしておくべきポイントかなと思います、うんうん、次にやっておくべきだったことは、意外と見落としがちな細々としたことをやっておくべきです。だからこそすごいやっぱりちょっと後悔してる部分があって、不安になることも多いと思いますが、まずはちょっとできそうなことから。久しぶりに話せてよかったです。よかったです、はい、本当に会社になったんだって実感がここに来て湧きましたいやいやいや、これまでなんか別に会社だと思ってたけど、うん、しゅんくんが頑張ってるみたいなイメージだった、うん、今本当にダイアリーって会社が本当にあるんだっていう風に今日来てすごい思いました。ゆかしとやりたりするってのはちょっと緊張感あるよね丁寧な対応になりがちよ、ね、いやでも私だから丁寧っていうのはなんかちょっと良くない。いや確かに、みんなに丁寧。いやそうだね。これまでなんか撮影のたんびになんか気に入らない点がいくつか上がってた気がしたの、うん、なんかそれこそあの前だったら、うん、なんか絶対トイレの窓ドアがすりガラスなのは良くないとか、うんうんうん、すごい気になる点が上がってたのに、うん、今回はそのオフィスに関してもなんか撮影に関しても気になる点が全然なくて、ですごいなっていう風に思います。
じゃあということで、ルカシの SNS 下の概要欄に貼ってあるのでよかったらチェックしてみてください、はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。